どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルザです。今回はロビンと秘書の相性がどれくらいいいのかを実感するために、初めての0ラウンドチャレンジをしたいと思います。まあ、相性がいいとは言いますが、どれくらいの破壊力があるのかっていうのは気になる部分ですからね、やってみたいと思います。今回は、試せ編成のメンバーはこちらでいきたいと思います。秘書、ロビン、ルワン、ナノカです。多分、アベンチュリンを期待された方も多いかなと思うんですが、僕の場合はルワンでいきたいと思います。全員攻撃型っていうとこですね。短期決戦には向いてるかと思います。それでは、各キャラのステータスを見ながら、どんな感じで意識してやってたのかっていうのを話していきたいと思います。まず、秘書に関しては、会心率は 90% ぐらいあると、必殺技のダメージが安定しやすかったっていうのがありましたね。なので、ちょっと高めにしてます。で、会心ダミは 130% 近くとは、より20万超えが安定してたので、このあたり、まあ、100% となってますが、今回ルワンがいるので、まあ、20万ダメージが出るかなっていうラインを気にして、会心ダミは妥協しています。続いて、ロビンに関してですが、靴に関しては攻撃力にしています。ナワは EP にして、安定して必殺技を出せるようにしてます。念のため、攻撃を受けることが多くなると思いますので、防御の弾を装備している状態というところですね。攻撃力は3600くらいとちょっと低めですが、今回はルワンのよだめがあるので、このぐらいにあえてしています。続いて、ルワンですね。ルワンに関しては、もうすでに一突しているっていうのがありますので、一突のルワンとなります。で、モチーフポイントも持たせた状態というところですね。で、こちらに関しては、火力を出すというよりも、残骸をうまく使って敵の行動を抑えるのが目的となってますので、ステータスはこれ以上にすると、より安定するのかなと思います。最後に、ナノカですが、ナノカに関しては、秘書同様に、会心率とダメを意識してます。結構火力源として大事なところとなります。また、こちらは異物の源泉ができたので、論剣にして、秘書のサポートとして頑張ってもらうってところにしてます。基本的には秘書と同じ相手を攻撃してもらうので、これでいいのかなっていうところです。で、今回の編成なんですが、ルワンだけちょっと突した状況となりますが、短期決戦においては相性が良かったなっていうのが先に言っときます。また、ルワンを無突無没のアベンチュリンにした場合なんですが、1ラウンドプラス数ターンでクリアっていうところになってました。なので、編成の厳選次第では、アベンチュリンに変えてもクリアは狙えると思います。それでは、0ラウンドクリアを実際に見ていきながら、強みを話していきたいなと思います。まず、最初に関してですが、7日で秘書を師匠にしていきます。その後は、ロビンのスキルの後に必殺技を左端の雑魚に対して使用します。ここ意外と大事なポイントです。これによりステージギミックで倒せる準備ができましたので、真ん中の敵に集中することは可能となります。とりあえず、あとはロビンに攻撃が集中して必殺技が溜まることを祈るっていう感じになりますね。ここでダメならターンが足りなくなるのが確定するので、リセットポイントとなります。ここが一番大変でしたね。それでは、うまいこと必殺技が溜まったので、速攻で使用していきましょう。次の味方ターンまで時間がかかるので、ここで使用していきます。ここでロビンと秘書の相性のいいポイントについて話しながら見ていきたいと思います。まずロビンの必殺技に関してですが、攻撃力バフがありますので、秘書のダメージが跳ね上がるようになってます。これを使用してないと10万もダメージが出ないってことがありますので、意外と厳しくなります。さらに相性のいいポイントはまだあって、秘書のスキルを発動することによって、ナノカとの追加攻撃コンボが出せるようになります。意外とこのコンボが大事で、飛行の獲得が一気に早まるんですよね。だいたい4回の行動となりますので、最低でも2ぐらいは貯めれることが可能となります。そしてまだまだこれだけじゃないんですけど、さらに攻撃後のロビンの負荷ダメージが満ダメ入るっていうのがありますので、火力を飛躍的に伸ばせるんですよね。単純にダメージが上乗せされるので、ここが嬉しいポイントとなります。これがとても相性がいいと言われるポイントですので、裏庭の際はここを意識して攻撃を狙っていくっていうのが非常に大事です。では、2ウェーブ目に入りましたので見ていきたいんですけど、2ウェーブ目に入る時に関しては、秘書の必殺技がある程度溜まっていると、この後安定して動きやすかったなっていうのがありますね。それでは、2ウェーブ目のところについて話をしていきたいんですけど、ロビンと合わせて、ルワンも活躍する場面となります。まあ、人生削りで苦労するところが多いんですが、ルワンがいるので、人生削りと断崖で相手をご利用しできるっていう状況が作れます。火力を無理やり出すっていうのが重要になるんですが、今回はルワンがいるので必殺技を使用していくっていう風になります。この状況で20万以上を必殺技で安定的に出せれば、カフカは激化可能となっていきます。結構ここで20万超え出せれるかどうかっていうのが大事になるんですよね。あとは、ロビンの必殺技を一度発動できれば、綺麗に攻撃ができて撃破が可能となります。
先ほど話した注意点を意識していればこの辺りからは問題なく戦闘することは可能ですので、とりあえずロビンの必殺技を貯めつつしっかりとカフカを削っていくことを意識しましょう。ロビンの必殺技が発動できるようになりましたので、これが発動できれば綺麗に攻撃ができて撃破可能になるかなと思います。今こそ真の剣術を見せ、青龍逆光ミルクティー最高フレー、優美な身構えですね。本質は同じ、爪も牙も鈍ったの、迷いはない。かなりギリギリなところではありますが、無事0ラウンドクリアというところになりますね。それでは戦闘では説明できなかった相性の良さや活用についての注意などを紹介していきたいと思います。それではまだ話し足りてなかったロビンと相性がいい点について話していきたいと思います。動画に関してはアベンジュリンを使用した場合の戦闘シーンを使っています。まずいい点としては会心術ダメに振り切れるっていうところです。ロビンの攻撃力バフに関しては攻撃力4000ほどあれば攻撃力1000近くのバフを配ることができますので、このあたりが非常に強い点になるんですよね。育成面においても相性がいいポイントとなります。なので火力を最大化するために会心術ダメの厳選でダメージを伸ばすことができるっていう意味では、飛翔は育成のしやすさっていうのが非常に狙いやすくなるかなと思います。こういったところが意外と相性いいですね。続いて2つ目ですが、飛行の蓄積が楽っていうところです。必殺技の再行動によって飛翔のスキルを再使用できるため、一気に貯めるっていう機会が増えるんですよね。7個を味方として入れていれば、2から4は大体貯めれます。なので、ロビンの必殺技前に飛翔でスキルを使っておいて、飛行を2貯めた後に、ロビンで必殺技発動して、さらにもう一度行動するってすれば、合計で4近くは貯まりますので、一気に必殺技を使えるんですよね。こういった方法で蓄積は可能なので、ロビンとはやはり相性がいいなっていうところになります。ロビンと飛翔の相性がいいところをまとめると、飛行を貯めることと火力面での相性が非常にマッチしているっていうところになります。ここが本当強いなと思いますね。それでは、飛翔とロビン、いいところばっかり話してきましたが、今回0ラウンドを目指す上で気になった部分っていうのもあります。まあ相性が下手したら悪くなるなっていうところなので、注意点についても話していきたいと思います。まず、一つ目。必ずロビンの後に発動をするということです。飛翔に関しては会心術に振り切るということが多いため、火力を出すにはバフをしっかり受けることが大事になります。攻撃力はちょっと低めとなるんですよね。そのため、ロビンの必殺技発動を受けないと火力が半分ほどに下がるということもありますので、飛翔で攻め立てるときはロビンの後を意識するって大事です。なので、ロビンの必殺技の後に立て続けて、飛翔も必殺技を使うっていうのが一番いい流れとなりますね。さらに恩恵を受けるのであれば、飛翔自身がスキルを使って自身の攻撃力アップバフも受けるっていうのが大事になります。続いて2つ目の注意点についてです。 EP 回復は必須級に欲しいというところです。ロビンの EP 回復効率に関してですが、味方の攻撃とか敵からのダメージなどが回復源となっていますので、少しでも効率を上げないと EP の回転率がめちゃくちゃ落ちます。なので、縄に関しては EP 効率縄にしてしまって、ちょっとでも味方の攻撃で回復できるようにしておくのが大事となります。特に0ラウンドするときは、この縄を装備しないとほぼほぼ無理でしたので、もし0ラウンドをやってみたいなっていう人がいたら、そのあたりを意識するといいかなと思います。だからこそ今回のロビンに関しては攻撃力がちょっと低かったっていうのがありますね。飛翔とロビンの注意点についてですが、まあ良くも悪くも必殺技の発動が相性に直結するっていうのがあります。なのでこのあたりに関しては注意が必要となりますので気をつけておいてください。ということで今回は飛翔とロビンの相性を見るために0ラウンドクリアをしてみましたが、いかがでしたでしょうか。ルアンを入れて無理やり火力を上げたりはしてみましたが、ルアンを持っている人にとってはもしかしたら0ラウンドが狙えるかもしれない感じになってたのかなと思います。ですが、ルアンがいるにしても、ロビンの必殺技の発動に合わせて、飛翔をうまくコントロールする必要があるので、それがハマった時の破壊力と相性の良さは伝えれたのかなと思います。まだいろんなキャラの相性が見れそうなところがありますので、いろいろ試して面白いのが見つかり次第、またアップしていきたいと思います。ということで、ご視聴の方ありがとうございました。このチャンネルでは今後も好きなゲームの解説やライブ配信をしていきます。引き続き動画アップしていきますので、応援してくれる方はチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。